居酒屋トーク乾杯、平野翔と角田昭宏が、緑人蘇だで本音トーク。撮影の裏側も大公開。平野翔が CM 初出演で選んだお酒はこれ。カクテルグラスサントリー、緑人蘇だの魅力を徹底解剖。緑人蘇だは、最近話題の新しいお酒として、多くの人々の関心を集めています。その背景には、サントリーの革新的なマーケティングと、 日本の食文化にぴったり寄り添ったたりりり寄添製品コンセプトがあります日本の伝統的な素材である柚子、緑茶、生姜を使用し、爽やかな味わいを実現した緑ジンソダは、ただのアルコール飲料ではなく、日本の風土や食文化を感じさせる一杯として、特別な位置を占めています。今回、初めてお酒の CM に出演することとなった平野翔さんと、 東京ゼロさんの角田明弘さんが登場する新しい CM が放映され、その内容が話題となっています。立ち飲みの居酒屋で、手羽先をつまみながら、緑ジンソダを楽しむ二人の姿は、まさに日常の中での特別な瞬間を感じさせるもので、多くの視聴者の心をつかんでいます。この CM が意図するところは何なのか、そして、緑ジンソダがなぜ今注目されるのか、その理由を掘り下げてみたいと思います。 まず、緑ジンソダの特徴について触れてみましょう。このジンは、柚子のさっぱりとした酸味、緑茶の落ち着いた渋み、生姜のピリッとした辛みが見事に調和しており、その爽やかな風味が飲む人の心をつかんで離しません。ジンといえば、多くの人がカクテルのベースとしてしか知らないかもしれませんが、緑ジンソダはその常識を打ち破ります。この新しいジンは、単なるカクテルのベースではなく、 それ自体が主役となる味わいいを持っています。サントリーの担当者によると、緑ジンソダは特にビールなどの甘くないお酒を好む人々におすすめであると言いますが、その独特の風味は幅広い層に受け入れられる可能性を秘めています。実際に、これまでのジンのイメージを覆し、日本の食事と絶妙に合うことから、緑ジンソダは日本市場で急速に支持を得ています。特に夏の暑い日に飲むと、 そのさっぱりとした味わいが喉を潤し、リフレッシュさせてくれると感じる人が多いのではないでしょうか。しかし、ここで新たな問いが浮かび上がります。緑ジンソダーは本当に日本の食文化にぴったり合う飲み物なのでしょうかそれとも、これは単なるマーケティング戦略の一環に過ぎないのでしょうか緑ジンソダーが日本の食と相性が良いとされる理由は、その素材にあります。柚子緑茶、 生姜という3つの和素材は、どれも日本料理において重要な役割を果たしているものです。例えば、柚子は刺身のつまや鍋料理のアクセントとして使われることが多く、その爽やかな香りは食欲をそそります。緑茶は、食事の後に口直しとして飲まれることが一般的で、その渋みが油っぽい料理をリセットしてくれます。そして生姜は、焼き魚や煮物の香り付けとして欠かせない存在であり、 そのピリッとした辛みが味覚を引き締めてくれます。これらの素材を組み合わせることで、緑ジンソダーは自然と日本の食卓に馴染む味わいを持つことができるのです。しかし、ここで新たな視点を導入してみましょう。緑ジンソダーが日本の食と相性が良いとされる理由を、単には素材の組み合わせだけで説明するのは十分でしょうか。あるいは、この飲み物が持つ、生々しさという特徴が、 現代の消費者のライフスタイルや価値観にどのように影響を与えているのかを考えるべきでしょうか。現代の日本社会では、健康志向が強まり、アルコールの消費量が減少傾向にあります。その中で、緑腎素段は、低カロリーであることや、和素材を使用している点が特に健康を意識する人々にアピールするポイントとなっているのではないでしょうか。さらに、柚子や緑茶のような素材は、 抗酸化作用やリラックス効果があるとされており、これもまた消費者に好意的に受け取られる要素であるかもしれません。したがって、緑ジンソダの成功は、その清々しい味わいだけでなく、現代人が求める健康やリフレッシュといった価値観にフィットしていることが大きいと考えられます。新しい CM では、平野翔さんと角田明宏さんが出演し、その、生々しさを強調しています。 平野さんの初めてのお酒の CM 出演という話題性も相まって、視聴者の関心を引きつけることに成功しているようです。彼のフレッシュなイメージと、緑ジンソダの爽やかなブランドイメージが見事に融合し、商品に対する興味を一層高めています。また、CM の舞台設定である居酒屋という日常的なシチュエーションは、多くの日本人にとって親しみやすく、共感を呼ぶものとなっています。 ここでさらに考えるべきは、緑ジンソダーが単なる一時的なトレンドにとどまらず、長期的に日本市場で成功を収めるために何が必要かという点です。例えば、今後、緑ジンソダーがもっと広く受け入れられるためには、どのような戦略を取るべきなのでしょうか。その一つとして考えられるのは、さらなる商品ラインナップの拡充です。現在の、緑ジンソダーの特徴である和素材に加えて、 他の地域の特産品や季節限定のフレーバーを取り入れることで、消費者の関心を引き続き維持することができるかもしれません。また、既存のファンだけでなく、新たな消費者層を開拓するために、異なる飲み方やペアリングの提案を行うことも有効でしょう。さらに、緑ジンソダのブランド価値を強化するためには、消費者との対話を深めることも重要です。SNS やイベントを通じて、 消費者からのフィードバックを積極的に取り入れ、その声を反映した新しいプロモーション活動を展開することで、より強固なブランドロイヤルティを築くことが可能となるでしょう。そして最後に、緑ジンソダーが現代の日本社会においてどのような役割を果たすのかを再考する必要があります。単なる飲み物としての役割を超えて、ストレスの多い日常の中での一息つける存在。 あるいは人と人とのつながりを深めるきっかけとなるような存在になることが求められているのかもしれません。実際、CM で描かれるような居酒屋での会話や笑いは、多くの人々にとって、緑人ソダを通じた心の癒しの象徴となっているのではないでしょうか。これらの視点を踏まえると、緑人ソダの未来は非常に明るいものに見えます。その生々しさは、単なる味わいを超えて、 私たちのライフスタイルや価値観と深く結びついているのです。これからも、緑ジンソダーが日本の食文化や消費者のニーズに依頼続けていくために、どのような進化を遂げるのか、ますます目が離せません。また、緑ジンソダーがこの先どのように進化していくかを考える際に注目すべきポイントの一つは、持続可能性と環境への配慮です。近年、世界中でエコ意識が高まり、 消費者は商品の品質だけでなく、その製造過程やパッケージにも注目するようになっています。緑ジンソダがさらに多くの支持を得るためには、このトレンドにも敏感である必要があります。例えば、サントリーは、緑ジンソダのパッケージングにおいて、再生可能な素材を使用することや、リサイクルが容易なデザインを採用することが考えられます。また、製造プロセス自体の環境負荷を低減するために、 クリーンエネルギーの導入や廃棄物の削減に取り組む姿勢を明示することも重要です。これにより、環境に配慮したブランドとしてのイメージを確立し、特に環境問題に関心の高い若年層からの支持を得ることが期待できます。さらに、デジタル時代におけるマーケティングの活用も無視できません。現代の消費者は、SNS やオンラインメディアを通じて新しい商品やトレンドを発見することが多く、 緑ジンソダもその流れに乗るべきでしょうインフルエンサーとのコラボレーションや消費者が自身の SNS で緑ジンソダを楽しんでいる様子をシェアするようなキャンペーンを展開することで商品の魅力をより広くそして自然に伝えることが可能です例えばインスタグラムで緑ジンソダの写真や動画を投稿しその投稿にいいねやコメントを集めることでブランド認知度を高めるとともに 消費者とのエンゲージメントを深めることができます。また、定期的なオンラインイベントを開催し、平野翔さんや角田明弘さんが出演するライブストリーミングやクイズ大会、プレゼントキャンペーンなどを通じて、ファンとの直接的な交流の場を作ることも効果的です。ここで考えられるもう一つの戦略は、季節ごとの限定フレーバーの展開です。日本では、 四季折々の風物詩が生活の中で大きな役割を果たしており、季節限定の商品は常に注目を集めます。春には桜風味、夏にはすだち風味、秋には栗や柿の風味、冬には柚子胡椒や生姜湯風味など、緑人ソダの基本的な爽やかさを生かしつつ、季節感を取り入れた新しい味を提供することで、消費者に新鮮な驚きを与え続けることができます。これにより、 年間を通じて常に話題性を保ちつつ飽きのこない魅力的なブランドとしての地位を強固にすることができるでしょう。